セントルイス・カージナルス。セントルイス・カージナルス、略称、STL は、メジャーリーグ・ベースボール、以下、MLB ・ナショナルリーグ中畜所属のプロ野球チーム。本拠地は、ミズーリ州セントルイスにある、ブッシュ・スタジアム。カージナルスとも表記される。1882年創設の長い歴史を持つ、名門球団。1926年のワールドシリーズ発生以校。 ワールドシリーズ優勝は11回を数え、ニューヨークヤンキースに次いで MLB 史上2位、ナショナルリーグでは史上1位を誇る。リーグ優勝19回はリーグ3位。2000年以降は地区優勝8回と一時は6球団がひしめいたナショナルリーグ中地区においても安定した成績を残し続けている。主催試合での観客動員はメジャーでもトップクラス。 2006年に新本拠地球場であるブッシュスタジアムさんが会場している。2014年の観客動員数は354万649人で MLB2 位。2007年には動員率1試合あたりの観客数、球場定員99.7%という圧倒的な数字を残したこともある。メジャーで最もチケットが高額で入手困難と言われるボストンレドソックスでさえ、 2007年の動員率は94.5%だった。1953年から1996年までバドアイザーで知られ、地元企業でもあるアンハイザーブッシュ社がオーナー企業であった、現在はスポンサー。ブッシュ社の会長だったオーガスト・ブッシュは長年にわたってオーナーを務め、ラツワンを振るった。 カージナルスの黄金時代を築いた功労者として1985年に永久欠番に指定されている。同地区のシカゴカブスとは長年にわたってライバル関係にある。共に長い歴史を持つ人気球団であること、シカゴとセントルイスがインターステートハイウェイによって近距離で結ばれている子などにより、両チームが対戦する際には多くのファンが両本拠地を訪れる。 ワールドシリーズ優勝は2017年シーズン終了時点で、カブスは3回に対しカージナルスが11回と差をつけているが、レギュラーシーズンにおいては1221勝1161敗、2017年シーズン終了時点と、カブスが勝ち越している。他には、ヤンキースとレッドソックス、ドジャースとジャイアンツも同じような関係として挙げられる。日本人選手では、 田口総が2002年から2007年まで所属していた。1871年にアメリカでプロ野球リーグが始まってからしばらく、セントルイスを本拠地とする球団は現れなかった。ファンのプロ球団を望む声の高まりを受け、ようやく1875年にセントルイスレッドストッキングスとセントルイスブラウンストッキングスというプロ球団が活動を始めたが、どちらも経営的に弱く、 レッドストッキングスなどはリーグ加盟後わずか2ヶ月で破綻した。一方のブラウンストッキングスは1876年にナショナルリーグに加盟し、この年、ジョージ・ブラッドリーが MLB 史上初のノーヒットノーランを達成するなど、チーム成績もそれほど悪くなかったが、1877年オフにルイビル・グレイズから補強したジム・デブリンとジョージ・ホールが、 ルイビル在籍時の八王朝スキャンダルから永久追放となってしまい、ブラウン・ストッキングスはこのスキャンダルの煽りを受け倒産してしまった。その後、ブラウン・ストッキングスのフランチャイズ権はドイツ移民で地元セントルイスの名士であったクリス・フォーンデル・アーエ2800ドルで買い取られた。アーエは5年後の1882年にセントルイス・ブラウンズとして新たに球団を設立し、同年創立された。 アメリカンアソシエーションに加盟する。同リーグには、シンシナティレッド・ストッキングス、現、シンシナティレッツやピッツバーグ・アルゲニーズ、現、ピッツバーグ・パイレッツなども加盟していた。ブラウンズの初年度は37勝43敗で、リーグ5位、6チーム中に止まったが、翌1883年には65勝33敗と、勝ち越してリーグ2位に躍進した。その後ブラウンズは、 監督兼任選手だったチャールズ・コミスキーのも1885年から1888年までリーグ4連覇を達成する。当時アメリカン・アソシエーションとナショナル・リーグは、後のワールドシリーズの前身となる、年間王者決定戦を行っていたが、4連覇中のブラウンズのこのシリーズの戦績は一勝2敗一分けで、ナショナル・リーグ球団に引けを取らない実力を持っていた。 この間1884年には新たな野球リーグユニオンアソシエーションが誕生。セントルイスにはブラウンズとは別にセントルイス・マルーンズというチームが創設された。しかし同リーグの会長とマルーンズのオーナーは同一人物でリーグ創立もチーム運営を認めてもらうためであり、マルーンズは力のリーグだった。そのためマルーンズがナショナルリーグへの移動が決定したことで、 同リーグは1年限りで消滅。マルーンズ自体はその後2年足らずで解散してしまった。ブラウンズのチーム運営は順調に見えたが、1890年のプレイヤーズリーグの設立がアメリカガソシエーションのリーグ運営に混乱を招いた。ブラウンズも監督のコミスキートチームの主力だったティップ・オニールやシルバー・キングがチームを突如抜けて、 プレイヤーズリーグに参加するという事態も起きた。それ以前からアメリカンアソシエーションに加盟していた他チームが徐々にナショナルリーグに移動するなどしていたこともあり、1891年にアメリカンアソシエーションの解体が決定、残ったブラウンズも翌年からナショナルリーグに加盟することとなった。しかしこれらの混乱はブラウンズの戦力を大きく落としてしまい、 チームは1898年までいに低迷してしまう。転機となったのは1899年のことで、クリーブランドスパイダーズを所有していたオーナーたちによってチームが買収され、セントルイスパーフェクトズに改名、同時にスパイダーズからサイヤングといった主力選手の多くがチームに加入したのである。これによってチームの戦力は一気に上がり、この年には ナショナルリーグ加盟後初の勝ち越しでシーンを終え、順位も前年の再開から5位、12チーム中に上昇した。逆にスパイダーズはこの年、MLB ワーストとなる134敗を記録し、同年限りで解散した。翌1900年には、リーグのチーム数が8チームに固定され、チーム名も現在の名称である、セントルイスカージナルスに変更された。ナショナルリーグに加盟以来、 一時的に会からは脱出はしたものの20世紀に入ると再び低迷期に入ってしまう。しかし、そんなチームが変わり始めるのは1915年に19歳のロジャース・ホーンズ・ビーが入団してからである。ホーンズ・ビーはその類まれな野球センスでチームのスター選手へと成長。カージナルス在籍中に6年連続の首位打者二度の三冠王に輝いた。また、 1916年には、ブランチリッキーがフロント入りし、現在では一般化しているファームシステムを導入、後に数多くの有望選手を送り出すこととなる。リッキーは1919 19年から1925年のシーズン途中まで監督も務めたが、こちらでは結果を出すことはできなかった。代わってチームのキャプテンとしての役割を担っていたホーンスビーが、 選手兼任監督に就任。翌1926年には、初のリーグ優勝を果たす。同年のワールドシリーズでは、ベイブ・ルース、ルー・ゲイ・リグ・ラ、マーダラーズ・ロー、マーデラー、エス・ロー殺人打線を要し、当時最強を誇った、ニューヨーク・ヤンキースが、対戦相手取った。第一戦は落としたものの、第二戦では39歳のピート・アレクサンダーが、高騰し、初勝利。 第3戦では、ナックルボーラーのジェシー・ヘインズが、自らも本塁打を放つ活躍を見せ、完封勝利を挙げた。続く第4戦、第5戦は、敗れてしまったが、第6戦では、アレクサンダーの高等と打線の奮起によって、10対2と、大差で勝利した。最終戦ではヘインズが投板し、3回に1点を、奪われたものの、4回に、カージナルスが3点を取って逆転。 しかし6回に1点を奪われ、3対2となった7回に,にアウト満塁のピンチを迎えてしまう。ここでアレクサンダーが急遽リリーフ当板、打席に強打のトニーラゼリを迎えたが、これを見事三振に仕留め、このピンチを乗り切った。その後8回も抑え、9回にアウトとなったところで一塁走者のルースが盗塁を試みたが、この年の MVP に選ばれた保守。 ボブ・オファレルがこれを指して試合終了。カージナルスは初のワールドチャンピオンに輝いた。翌1927年には、ホーンスビーとニューヨークジャイアンツ、現、サンフランシスコジャイアンツのフランキー・フリッシュらがトレード。フリッシュはこの年、打率337.208アンダー48投塁を記録し、ホーンスビーの穴を埋める活躍を見せたが、チームは、 僅差でリーグ優勝を逃してしまう。しかし、翌1928年はジャイアンツ、カブスとの熾烈な首位争いを繰り広げた末、二度目のリーグ優勝を果たした。この年にはジムボトムリーが打率、325.31本類が136打点でナショナルリーグ MVP を受賞。また42に類二23類打を記録し、 MLB 史上二人目の20から20から20、シーズン22二十23打二2本塁打を達成する活躍を見た。ワールドシリーズでは再びヤンキースと対戦。しかし、いいところなく4連敗を喫してしまった。1930年が新人では MLB 最高となる打率。373を記録したのをはじめ、フリッシュ、ボトムリー。 チック兵、フィーラ、野手全員が打率3割以上を記録し、チーム総得点は1004を数えたナショナルリーグでチーム得点が1000を超えたのは、これが唯一。また、この年はリーグ打率も3割を超える極端な打光到底のシーズンでもあった。チームも終盤から猛烈な追い上げを見せ、8月、9月にかけて44勝13敗、リーグ優勝を果たす。しかし、 ワールドシリーズではフィラデルフィアアスレチックス、現、オークランドアスレチックスに2勝4敗で敗れ去った。翌1931年にはフリッシュが MVP と、盗塁王、ヘイフィーが、首位打者を獲得するなどの活躍で、チーム史上初めてシーズン100勝を記録し、リーグに連覇を果たす。ワールドシリーズでは2年連続で、アスレチックスと対戦。4勝3敗で、 前年の雪辱を果たし、二度目のワールドチャンピオンに輝いた。1933年にはフリッシュが選手権任監督に就任。この頃には、リジーディーンがエースとして対等し、フリッシュ、ジョーメドウィック、レオドローチャーラ機動力を持った攻撃陣を形成す。ユニフォームを真っ黒に汚し激しいプレーを見せる彼らは、 さながら工場労働者のようであり、ガスハウスギャングと呼ばれた。1934年にはディジーに加え、弟のも先発陣に加わり、ディジーは30勝7敗、防御率2.6695奪三振で MVP を獲得、ポールは19勝を挙げ、9月21日にはノーヒットノーランも達成した。これらディーン兄弟と打撃陣の活躍によって、 チームもリーグ優勝を果たす。ワールドシリーズではミッキー・カクレーン率いるデトロイト・タイガースとの激戦を制し、4勝3敗で3度目のワールドチャンピオンに輝いた。1937年にはメドウィックが打率、374.31本塁が154打点で三冠王に輝き、この年のオールスターでは史上初となる4安打の活躍を見せた。 しかしこの試合では、登板したディーンが、足の指を骨折してしまい、これが元でカージナルスを離れ、1941年に31歳という、若さで引退してしまった。1936年には、ジョニー・マイズが、メジャーデビューし、1939年には打率、349.28本塁打で、首位打者と本塁打、王、1940年には43本塁打、 137打点で本塁打王と打点王と、それぞれ2冠に輝き、チームの手法として活躍した。しかし、この頃のカージナルスは安定した強さを誇ったものの、優勝には今一歩届かないシーズンが続いた。1941年、スタン・ミュージアルがメジャーデビューし、翌年には外野手のレギュラーを獲得。打率315を記録し、 首位打者こそ打率。318を記録した同僚のイーノススローターに譲ったものの、この年のオールスターにも出場を果たす。太平洋戦争の真っ只中であったが、彼らを中心に1942年から1944年にかけてリーグ3連覇。1942年、1943年にはヤンキースと、 1944年には、同じセントルイスを本拠地としていたブラウンズ、ゲン、ボルチモアオリオールズと対戦し、それぞれ一度ずつ、計二度のワールドシリーズ制覇を達した。スローターは1943年から3年間、ミュージアルは1945年の1年間だけ、兵役に就いたが、戦争が終わった翌1946年には共に、チームに復帰。ミュージアルは打率。 365で、首位打者と MVP、スローターは130打点で、打点王を獲得するなど、二人ともブランクを感じさせない活躍を見せる。他にも前年にデビューしたレッドショーエンディーンストが320守備機会で失策なしという二類種の守備記録を作った。同年には、チームも、ブルックリンドジャース、現、ロサンゼルスドジースと、同率首位で並んだ末、 プレイオフで勝利し、リーグ優勝を遂げる。ワールドシリーズでは、ボストン・レッドソックスと対戦、最終戦でのスローターの構想類もあり、4勝3敗で、これを下した。その後、ミュージアルが、チームの中心打者として活躍し、1950から1952年には3年連続で、首位打者となったが、1950年代にカージナルスは低迷する。 1947年にジャッキー・ロビンソンがメジャーデビューを果たした際には南部出身であり人種差別意識の強かったスローターがロビンソンのメジャー入りに反対するストライキを起こそうとすが失敗そのためスローターはロビンソンに対してスパイクで削るなど後々まで嫌がらせを続けたと言われるそしてこれがもとでカージナルスには 人種差別の強いチームという認識が、コーマ、有能な黒人選手が集まらない時期が続くこととなる。1953年には、アンハイザーブッシュ社がチームを買収。オーナーである、オーガスト・ブッシュは、自社の製品をアピールするため、本拠地球上のスポーツマンズ・パークを、ブッシュ・スタジアムとなする。ブッシュは、チーム改革にも力を注ぎ、黒人選手の獲得のため、 バドワイザーは、黒人の労働者諸君にも愛飲されていると発言するなど、人種差別のチームというイメージから脱却を図。この1950年代後半になると、ファームからケンボイヤーが育ち三類を守り、二類には、ドンブラッシングゲームが守り、一類には、スタンミュージアルがいて、やがて、ミュージアルが、 通算3000本安打を達成した1958年の秋にはこれらのメンバーで来日し、日米新前野球で14勝2敗の好成績を残した。この間に、オーガスト・ブッシュは、チームイメージの刷新とチーム改革を進め、黒人選手の獲得に努めた。こうした努力が実り、1958年に新しなち、レッツからカート・フラット・ガイアシュを獲得。 1959年にボブ・ギブソン投手がメジャーデビューし、1964年のシーズン途中にはシカゴ・カブスからルーブロック外野手を獲得した。これらの選手が揃った1964年のシーズン終盤にカージナルスは驚異的な追い上げを見せ、シーズン最終日でフィラデルフィア・フィリーズから首位を奪還、久々のリーグ優勝を果たす。それまでのギブソンは、 9位は、抜群だったが、請求力に難があり、勝ち越すのが、やっとのシーズンが続いていたが、前年2 8勝9敗を記録し、エースとして対等。この年も19勝を挙げた。ブロックはカブスで、うだつの上がらない打者だったが、移籍後は打率。348.33盗塁を記録、同年終盤の追い上げに貢献する。ヤンキースとの4度目の対戦となった。 ワールドシリーズではギブソンが2勝を挙げて高騰し、打撃陣ではシーズン MVP のケンボイヤーが第4戦で逆転満塁本塁打を放つ活躍を見せ、激戦の末に4勝3敗でカージナルスがワールドチャンピオンに輝いた。しかしこの年限りでチームをワールドチャンピオンに導いた監督が辞任し、オーナーのブッシュとの対立が原因とされ、 キーンは翌年から敗れたヤンキースの監督を務めることとなる。代わって前年に引退したばかりのショーエン・ディーンストが監督に就任する。1965年、1966年と会に沈んでしまったが、1967年にはスティーブ・カールトンが台頭し、101勝61敗でリーグ優勝を果たす。ワールドシリーズではレッドソックスと対戦。 ここでもギブソンが3勝を挙げて、シリーズでの勝負強さを見せ、4勝3敗で8度目のワールドシリーズ制覇を果たし、翌1968年にはギブソンが22勝9敗、防御率1.12、MLB 歴代3位268奪三振、完封13という驚異的な成績を残し、サイヤング賞を受賞。 チームも7月18日から9月4日の49日間で51連戦という過密日程もありながらリーグに連覇を果たした。そしてワールドシリーズではデトロイトタイガースと対戦し、この年31勝を挙げたデニー・マクレインと17勝のミッキー・ロリッチを擁したタイガースの投手陣に苦しめられ、第1戦ではギブソンとマクレインの両エースの投げ合いで戦勝し、 3勝1敗で大手をかけながら、第5戦ロリッチ、第6戦マクレインに連敗し最終第7戦では、どちらもシリーズ2勝を挙げたギブソンとロリッチの投げ合いとなり、最後にギブソンが打たれて3勝4敗で敗れている。同年秋には再び来日して、日米新前野球で13勝5敗の成績を残した。1969年には MLB に、 年俸調停制度やフリーエージェント制度が導入されるきっかけとなったカートフラット事件が起こった。これは、この当時チームのキャプテンであったフラットがフィラデルフはフィリーズにトレードに出されることとなり、フラットはこれを不服とし、MLB コミッショナーにトレードの無効を訴えたものだった。そして、コミッショナーも無効を拒んだことで、翌1970年には裁判に発展し、 フラットは1年間を裁判に費やすこととなる。裁判は最高裁にまで持ち込まれたが、結局フラットは敗訴し、1971年をワシントンセネタースでプレーした後に現役を引退した。結果的に自身の選手生命を縮めることとなってしまったが、これを機として1975年には 10&5 ルール10年間休会に所属し、5年間同を 一チームに在籍した選手はトレードを拒否できるという制度が作られ、同時に年俸調停制度が始まり、MLB における選手の権利が確立することとなった。東西地区制が導入され、ナショナルリーグ東地区所属となった1970年代以降、カージナルスは優勝から遠ざかってしまう。1970年にはギブソンが2度目の サイヤング賞を受賞し、ブロックは1974年には、当時のメジャー記録となる118盗塁を記録、この年までに8回の盗塁王に輝くなど、低迷するチームを支えた。その後、ギブソンは1975年、ブロックは1979年限りでユニフォームを脱ぐこととなり、他にも、テッド・シモンズ、ジョー・トーリ、キース・ヘルナンデスといった、 名選手も在籍するが、リーグ優勝は愚か、地区優勝さえ果たせなかった。1982年、サンディエゴパドレスからオジー・スミスを獲得し、ホワイティ・ハーゾーグ監督の下、守り勝つ野球で、地区優勝を果たす。スミスの獲得は、ハーゾーグ監督の高い評価によるもので、チームの中心選手として活躍した。リーグチャンピオンシップシリーズでは、アトランタ・ブレーブスに3連勝し、 ワールドシリーズでは、ミルウォーキーブルワーズ、当時は、アメリカンリーグ所属と対戦。第3戦では、新人のウィリー・マギーが2本塁打の活躍、シーズンでは4本塁打しか放っていなかったミセルと、最終戦を守護神のブルース・スーターが締め、15年ぶりの9度目の、ワールドチャンピオンに輝いた。1八十五年には、スミス、マギー、ビンス・コールマン、アンディ・バンスライク、トム・ハーラ、 ホワイティボールと呼ばれた瞬速の選手たちが集い、上記の選手全員が30投類以上を記録、チーム投類数は314を数えた。この年には、チームも、地区優勝を果たし、リーグチャンピオンシップシリーズではドジャースを破って、リーグ優勝した。ワールドシリーズでは、カンザスシティロイヤルズと対戦し、3勝1敗と先に、大手をかけるが、第5戦から3連敗を喫し、 ワールドチャンピオンを逃してしまった。なお、このシリーズでは、第6戦の不可解な判定によって敗北した経緯があり、地元ファンが抗議活動を行う事態にまでなった。1987年は、開幕から首位を走っていたが、校長の原動力となっていた主砲のジャック・クラークが、シーズン終盤に故障で離脱、ニューヨーク・メッツに猛追を受けたが、なんとか逃げ切って、地区優勝を果たした。 しかしワールドシリーズには進出するものの、手法の不在が響き対戦相手のミネソタツインズの前に最終戦までもつれた末に敗れている。その後、チームも次第に成績が加工し、1990年にはシーズン途中でハートグ監督は辞任、マギー、コールバンといった選手も対談し、シーズン終盤には上通りが監督に就任する。トーリが監督に就任していこう。 チームも安定した成績を残すが、優勝には今一歩及ばないシーズンが続いた。1994年にはナショナルリーグ中地区に移動。1995年にはアンハイザーブッシ主社が球団を売却する。この年には成績不振の通り監督が解任され、前年までアスレチックスの監督を務めていたトニーラ・ルーサが招かれた。 就任1年目の1996年には早くも地区優勝を果たすがリーグチャンピオンシップシリーズでブレーブスに3勝4敗で敗れリーグ優勝はならなかった。1990年にデビューしたレイランクフォードは10年以上に渡って在籍した。1997年のシーズン途中にはアスレチックスからマーク・マグワヤを獲得。翌百九十八年には開幕戦で 万類本類打を放つと、そこから驚異的なペースで本類打を積み重ね、同じく驚異的なペースで本類打を放っていたカブスのサミー操作と、熾烈なシーズン最多本類打記録争いを繰り広げた。8月に入ると、ロジャー・マリスの持つ、シーズン61本類打の記録更新が地味を帯びるようになり、全米の注目が集まった。そして9月8日に、マグワイヤが、 シーズン62本目の本類打を放ち、記録更新を成し遂げると、その後も、操作と本類打大争いを続け、最終的に操作は66本、マグワイアは70本まで、その記録を伸ばした。翌1999年も、マグワイアと操作は、本類打大争いを繰り広げ、最終的にマグワイアが65本、操作が63本を放つ。しかし、年には、 バリー・ボンズがシーズン73本を放ち、マグワイアの記録はさらに塗り替えられることとなった。2000年には、ジム・エドモンズが加入し、42本類が108打点を記録、チームも地区優勝を果たす。2001年にマグワイアが引退すると、入れ替わるように、アルバート・プホルスがデビューした。プホルスは打率、329.37本類が、 130打点と新人離れした成績を残し、満票での新人王に輝いた。この年は、チームも2位に終わったが、ワイルドカードを獲得し、ポストシーズンに進出する。2002年には、カージナルスの実況を45年以上も務めた、名アナウンサーである、ジャック・バックが他界し、当時チームに所属していたダリル・カイル投手が突然、シスルな悲劇に見舞われたが、地区優勝を遂げた。 しかし、いずれの年もリーグ優勝はならなかった。2004年は、ジェイソン・イズリング・ハウゼンが、球団最多タイの47セーブを記録し、105勝57敗と、圧倒的な成績で、地区優勝。ポストシーズンでは、ドジャース、ヒューストン・アストロズを下し、リーグ優勝を果たした。しかし、ワールドシリーズでは、ヤンキースとのリーグチャンピオンシップシリーズで、 大逆転劇を演じ、勢いづいたレッドソックス相手になす術なく4連敗を喫してしまった。2005年は21勝を挙げたクリスカー・ペンターがサイヤング賞を受賞。チームも地区優勝を果たすがリーグチャンピオンシップシリーズでアストロズに敗れてしまった。2006年には新しいブッシュスタジアムが会場。前年オフにはラリー・ウォーカー、マット・モリス、 レジー・サンダース、マーク・グルジラネックといった主力選手を次々と放出し、代わりにアーロン・マイルズ、フアン・エンカーナシオンらを獲得するなど、選手の大規模な入れ替えを行った。シーズンでは、アストロズ、レッツとの三つどもへの争いとなり、苦しみながらも3年連続の地区優勝を果たす。ポストシーズンでは、パドレス、メッツを下して、リーグ優勝。ワールドシリーズでは、 タイガースと対戦、これを4勝1敗で下して24年ぶり10度目のワールドチャンピオンに輝いた。なお、83勝でのワールドチャンピオンはこれまでの最小だった1987年のツインズの85勝を抜いて最小記録となったレギュラーシーズンが縮みされた1918年と1981年は除く。シーズンで 球団創設から通算1万勝に到達した。は、レギュラーシーズン最終戦までもつれた、アトランタブレーブスとのワイルドカード争いに勝ち、その勢いで、ワールドシリーズに進出。テキサスレンジャーズに先に大手をかけられて迎えた第6戦では、シリーズ敗退まであとストライク一つという窮地に二度、追い込まれながらも跳ね返し、レンジャーズを4勝3敗で下して5年ぶり11度目の、 ワールドチャンピオンに輝いた。ワールドシリーズ優勝を花道に16年間監督を務めたトニー・ラルーサが優待した。11月14日、ラルーサ監督の公認にマイク・マシーニーが就任した。その後も生え抜きのヤディアー、モリーナ、アダム・ウェインライトなどが長くチームを支えた。はこの年から新設されたワイルドカードゲームを制し、NLDS もシリーズ敗退まであとストライク一つという。 窮地に追い込まれながらも跳ね返して NLCS へ進んだ。しかし今度は3勝1敗としながら第5戦から3連敗を喫してリーグ連覇はならなかった。この頃からマット・カーペンターが台頭した。は4年ぶりの地区優勝を果たす。NLDS ・ NLCS を制して2年ぶりのリーグ優勝を果たすが、ワールドシリーズはレッドソックス相手に2勝4敗に終わった。 二度のワールドシリーズ制覇に大きく貢献した、クリスカー・ペンターが引退した。は2013年に21年ぶりに、ポストシーズン進出を決めたパイレーツの抵抗にあったが、2年連続で、地区優勝を果たす。地区シリーズでは3勝1敗で2年連続で、西部地区を制したドジャースを破り NLCS 進を決めた。ちなみに、NLDS は4試合で18得点を挙げているが、 そのうちの13点が7回の攻撃、いわゆるラッキーセブンに挙げたものだった。2は、カルロス・マルティネス、マイケル・ワカの両先発投手が台頭した。カージナルとは、カトリック教会の後位聖職者の称号である、数奇教のことで、彼らが身にまとう衣に似た色合いを持つミズーリ州の州長、省城交換長のことでもある。当時の選手たちが、 朱色のユニフォームを着用していたことから、地元メディアがチームをこの鳥の名で呼んだことがきっかけとなって正式にチーム名に採用された。ロゴデザインにもこの鳥が描かれている。NFL のアリゾナカージナルスも同じくこの鳥をシンボルとしているが、その名称の由来はイリノイ州シカゴにおけるチーム創設当時、シカゴ大学から購入して着用していた。 ユニフォームがたまたカージナルレッドであったことにあり、鳥そのものをチームの象徴として捉えたものではない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。